はい、どうも皆さん、こんにちは、ぎまです。今日は、マッチデザイナーと、リアルセンスカメラ、デプスカメラですね。これを使って、マーティクルを出してみたいと思います。動きに合わせて、マーティクルが飛び出す、インタラクティブなものですね。これを作っていきたいと思います。こういう感じですね。はい。こういうのを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、早速、タッチデザイナー開いてもらってですね。追加します。この中にですね、リアルセンスっていうものがありますので、これを追加します。はい。で、これ追加すると、僕の場合は435なので、B の435を選びます。自動的に認識しますので、今日は、再生しないとびっくりマークなのかな。という感じですね。はい。で、今日はデブスでいいかな。カラーじゃなくて、デブスを選びます。はい。という感じですね。はい、で、反対の方がやりやすいので、ここは反対にします。はい。はい、こういう感じですね。で、ここが距離になるんですけど、この色合いというんですか、手前が黒。で、後ろが白になっているんですけど、この距離はここで微調整ができます。という感じですね。はい。で、まあ、今回5ぐらいで多分いいのかな。はい。この辺でやりますので、今日はこれは5のままでいきます。はい。で、ですね、ここから、まずこの色を反対にしたいと思うので、レベルというものを追加して、ここですね、これを反対にします。そうすると、白と黒が反対になりますね。ここでは黒なんですけど、もう反対に白という表示をしてもらいます。はい。で、まぁ、ちょっと、数値もいじって、黒レベルをちょっと上げて、はっきりとわかりやすいようにしていきます。もうちょっと、こっちぐらいまで、あ、行き過ぎた。こっちとか。そうですね。これぐらいでいきましょうか。はい。で、明るいところはもうちょっと明るく。これももうちょっと強くしていきましょうかね。はい。はい。こんな感じで、くっきりとこう白と黒で分けれるようにします。置くと消えますね。はい。はい。こういう感じです。で、動きに合わせてなので、前回もやったと思うんですけど、キャッシュというものを使って、どこにあるんだ？あ、これか。はい。これと、ギフというものでしたっけ。これですね。はい。これ使っていきます。で、これは上につないで、これを下につないで、で、今回はそんなに動きはマイナス1とかにしましょうかね。はい。こんな感じで、動きを取ります。これですね。はい。で、これを、パーティクル、この動きですね。この白に合わせて、このパーティクルが飛び出すようにしたいんですけど、これを、この紫色なので 2D のものですね。これを 3D に変換するのが必要です。なので、ここから右クリックすると、ソフトで、これですね。これですかな。これで、取ることができます。これで変換できますね。でもこのまま使うとこれ非常に重いんですよね、これが。非常に重いので、いつもは、です。これかな、これか。これじゃないですね、すいません。これか。これですね。はい。これを使って、解像度をですね、わざと悪くしています。重すぎる。このまま使うと重いので、サイズが1280×720なんですけど、ここで、これを選ぶことによって、サイズがちっちゃくなります。軽くなりますね。わざと軽くした上で、これですね。これをかける方が使いやすいですね。こんな感じです。でですね、ちょっと待ってくださいね。
このサイズの変化をしているのか。こうか、ストップサイズ。これわかりにくいかな。ちょっと、1プレイアクションで、これだとわかりやすいかな。こういう感じで今、ポイントが取れてます。動いた時だけですね。で、このポイントのこの数、青い数があるんですけど、これを下げると、どん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 増えていきます。細かく取れますね。はい。で、これを上げていくと、その幅が広くなるというんですかね、少なくなります。で、デフォルトは10だったっけ ?10 なんですけど、今回は5ぐらいでいきます。ね。はい。この一個一個からパーティクルを飛ばすことができるようになります。はい。じゃあ、早速パーティクルを繋いでいきたいと思います。はい。ですね。どうすると見えるかな?あ、ちょっと見えてるかな?こういう感じですね。少しだけ出てますけど、こういう感じで。何しようか。どれだっけ?これか。あ、出てるじゃん。あ、これですね。はい。こういう感じで今飛び出してますね。はい。で、今回これをじゃあ確認しちゃおうか。ポイントの方が綺麗だったので、ポイントにします。はい、はい、あとは、そっか、動きを追加しましょうかね。ちょっと上に上げる。まあ、この辺は好きなように回します。好きなように変えてください。ちょっと上に上げて、手前にも出そう。あとは111で。で、ちょっと下げて、上下げ動くようにしていこうかな。はい、こんな感じですね。はい。で、上に少しふわふわこう動くような感じになっています。はい。で、パーティクルの数も、これではちょっと少なかったので、3で。はい。で、あんまり、ちょっとこれが残ってると、こんなに綺麗ではなかったので、ここを少し下げてますね。はい、という感じ。すぐ消えるように。もっと少なくてもいいかもしれないですね。下げます。で、そのままでふわふわしてる方が綺麗なので、こんな感じでこれも開けましょう。はい、という感じで、できました。はい、で、ここまでできればもう、ほんとできたような感じですかね。今まだ、この 3D の状態で、見えないので、またこれを、この紫色ですね。2D のものに変換するのが必要なので、ここから、これですね。はい。これを追加します。こういう感じですね、今。で、いつもの3点セット、4点セット、ライトと、カメラと、カメラ、色ですね。色、これか。と、入れます。はい。で、これ、レンダーっていうものを入れて、2D で見えるように、動画として見えるようにします。これじゃないか、これか。はい、という感じですね。はーい。もうここまで来たらもうだいぶ来てるような感じですよね。はい、こういう感じですね。で、これはカメラ切ったのかな。カメラちょっと遠すぎるので、カメラ、ここの距離を少し短くしてね。はい、こういう感じにしています。はい、まだちょっと数少ないですね。はい。で、少しブラをかけて、ブローをかかってるような感じですね。していきます。で、ではここをかけてください。そうすると少しこう、ふわっと使ってるような感じになりますね。この数値も出たんだけど、ここまで。
です。あれまだ違いわかんないかな。少ないのかな、多分。キリンプロを入れましょうか。プロをして、で、ここで合わせます。はい。そうすると、見えるかは、どうがいいかな。はい。これで、合体させます。まあ、どうでしょうか。どうでね。どう見ていこうか。ちゃんと見やすいですかね。はい。こういう感じですね。はい、そしてまだ数が少し少ないので、ここで上げても、いいです。ここでもっとと1万ぐらいとか、数値を、出てもこうやって、こういう感じで見えるようになります。これでもいいんですね。もっと上げたらどうなんだろう、重すぎるのかな。10万ぐらい。はい、ちょっと重いですね。普通のこの、出てるかな。ちょっと重いので、まあ、これぐらいにしときます。はい。じゃあ、まだね。はい。じゃあ、またね。こういう感じですね。で、もっと、派手にしたいので、これでもまあ、いいんですけど、ちょっと派手にしたいので、これ寿命を伸ばしたりしてもいいですよ。ここですね。これを、例えば3とかにすると、難しいと伸びる。動きがわかるから、こんな感じですね。まず今回は1にして、もうちょっと数を増やしていくんですけど、この数をそのまま、これですね、増やすと重たくなってしまうので、何を使ったかな、花火の時に使ったんですかね。一旦こっちにポジションだけ出しといて、ここで、そうですね。この中にこれを入れます。はい。で、ここに、この場所、ポジションだけですね。Z も入れます。はい。それをこうやって、あれになります。わぁ。これで重いか。ちょっと数えてました。あ、1万だな。3000とかでしたね。3000。はい。そうすると、こういう感じになります。もっと少なくてもいいか。1000ぐらい。ね、どうなるですかね。はい、こういう感じになります。で、なんかどこから出てるのかっていうのがわかりにくいので、これですね。あ、どっちもいいかな。これでもいいか。これを、最終的につなぎました。最後の方にですね、ここに、こうやって、こうやってつないで、こんな感じで、ここから出てますよ、みたいな。わかりやすくするために。別に、どっちでも、繋いでも繋がなくても、どっちでもいいですね。こういう感じでやってます。はい。あと、ここから、骨出てますよ、というのがわかるので、こっちの方が面白いのかな、と思います。はい。まあ、これで完成か。色？もうちょっと色をつけましょうかね。今回色つけたのが、ノイズというもので作りましたね。で、これを、そうなんですけど、これ2つ重ねると面白い色になるので、今回それで作りますね。ノイズも。ここだ。ノイズ。はい。これを2つ繋げると、あれ。はい、こういう感じでちょっと綺麗な色になるので、これをそのまま混んでいきますね。はい。はい。ちょっと透明度悪いかな。こういう感じで、この動いたところから、バリクリが発生するようなものですね。はい。ちょっと数増やしてもいいですし、寿命を長くしてもいいかもしれないですね。はい。で、まあ、この、ヘプスカメラでこれ撮って、で、この、これですね。一回解像度を悪くして、こういう風にここで撮れるのがポイントですね。ポイント撮れるので、まあ、いろんなものに使えるのかなと思います。
はい。はい、じゃあ、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。いろいろとね、試してみてください。はい、では最後までありがとうございました。